はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。やってまいりましたよ、イデアマスカレードドレスガチャのお時間です。やったー。実はですね、私本日4日なんですけれども、先ほどまで現実世界の方で、リーチ双子のバースデー前祝いたこ焼きパーティーを、しておりましてですねまあ、回すのは今回イデア氏なんですけれどもね、その中で友人がですね、そのイデア氏10連で当て上がりましてねちょっと対抗心今メラメラと出てきております。俺勝ちてーよ勝ちてーよということで、私も、満を持して、もうちょっとね、夜もとっぷり更けてるんですけれども、イデア氏をね、回させていただこうかと思います。というのもですね、なんでバースで前祝いしたのにリーチ双子から回さないんだっていうのはですね、イデア氏がですね、41連目からのスタートだからです。アズールのね、マスカレードドレスのガチャの、SSR ゲージが継続なんですよ。今回イデア氏とマレウスがね、最高じゃないですか。だから絶対なるべく精神をね保ちたいから私、はい、お迎えはジャミルバイパー君となってます。ジャミルバイパー君のユニオンバースデー、すごくファンキーだね。はい、40連ね、見てこれ40連だよということで、50連目の10連キーを使いまして、こちら50連目を回させていただきます。お願い、出足来てほしいです。だってこれ100連以内に来たらさ、もうマレウスなんてもうね、ほぼま、ほぼ無料みたいなもんじゃないですか。な、羽が一枚なのよ。羽が一枚。ねえ、闇加賀がさ、お願い。ね、これ何単発これ、ねえ、単発なのねえ、お願い。もうこれダメなのかしら。あ、でもなんかちょっと待って、SR、イデア氏ですか、これはもうオルトキャー。イグニ色だったからイデア氏かなって思ったらオルトキュンでした。次は R ですね。次はハーツですか、誰かな。マーブー、マーブーの運動着ですね。もうさ、羽が1枚で闇加賀だからもう SR は来ないんじゃないかなっていう記載。あ、うわ、ディアソだ。セベクかな、セバリリーちゃまでもとりあえずさ、この10連でセベクは欲しいよね。 SR のセベク、マスカレードドレス欲しいよね。あ、ハーツですね。ケイ君、あらららら、かわいい子だケイ君の運動着は、ハーツは運動着が多いですね。あ、次は R だけれども、まあハーツが多いのよねあ、ケイ君でした。ケイ君の制服ですね、かわいい。いや、ケイ君が続く。何事、何事、これマジで嘘だ、嘘でしょ。ちょっと待って、なんて思いもよらぬ。おっと、これはセベクか。あ、セベクじゃない、あれ、ちょっとねセベクはい、フロイドの、式典服でした。あら、もしかして前祝いしたのを、喜んできてくれたのかな。これもしかして、あ、ディアソだ。もしかして来ますかね、これね。まさきたー、セベちゃん。ちょっとこの10連、この10連ね、よだれ出ちゃった。よだれが止まらないんですけど、ちょっと、大勝利すぎないですか、ちょっと。いや、ほんと、喉がカスカス。
イデア氏が来たことによりも喉が行きました。喉召されました私。ケイ君ですね。ケイ君がめちゃくちゃ来ますね。この10連でね、もうケイ君3回くらい来てますね。わあすごい偏り。っていうかもうすごい、もうなんかそれどころじゃない、えぺぺ。それどころじゃないの、すごいの、今の近年まれに見る神びき、終わった、ありがとうございます。皆さん勝ちました。このガチャすごい、あイデア氏すごい。すごいビジュアルだ、末永く見ていたい。このビジュアルもう末永く見ておきたい。もうすごいいい笑顔するね、本当にね、本当にもう本当に涙が出てきましたよ。あごめんなさい、私がこれ涙じゃなくて私の汗でしたわ。汗です。私が興奮しすぎて出た私の汗です。ちょっとまたセベクシちょっとね、まさかねイデア氏より後に来るなんて思いもよりませんでした。一生この画面見てたい、本当に。いやこれちょっとねマレ様への期待も素晴らしいものになりましたよ。だってですよ、またその SSR が ゲージがね継続ということで、次のマレ様のねガチャ14日のガチャの時は私なんとですね51連目から始められるということで、1回ぐらいすり抜けてもいいやっていうぐらいの感じ。いや本当にありがたいねえ、イデア氏なんでそんなに、あなたはねお利口さんな男なの。だってねちょっとあの冒頭でもお話ししたんですけれども、いやそういえばね思い返してみれば友人もねリーチ生誕祭の時に回してね10連で来たイデア氏もね、あれ確か羽一枚の闇かがでねイデア氏来たからね、なんてあの魔の弱なのあなたは。いや本当に本当に良かったです。これで私満を持して明日ですね、リーチ双子のブルームバースデーを回せそうです。そちらの方もですね、ガチャの状況次第では、翌日か翌々日のガチャ、動画のアップになるかなと思いますので、そちらの方もご覧いただければ幸いです。神引きしたるぞ。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。